精神医学って一体何なのということをずっとこの10年間ぐらい皆様にこの展示会通じてお知らせをしてまいりました。展示会に実はこんなにたくさんの方がお集まりいただくようになったのっていうのはつい最近のことでございます。最初は本当に苦労しました。しかし皆様方のやはりご理解とそして真実に向けての直面する力がどん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 強くなっているなとこのように感じております。本当にありがたいことです。そして何よりも本当に精神医学によって苦しんでいる方々これを救わなくちゃいけないし、それから何よりも精神医学の犠牲にならない世の中をしっかりとやっぱり作っていかねばならないと思っております。今日はですねもうすでに皆様ご承知の通りと存じますが、メンドゥーサさんですね、お越しいただきまして、これから今日ですね私たちを取り巻く社会学と精神医学の関係という題で、ね、お話をしていただきます。すでに皆様もねメンドゥーサさん、ご存知のことと存じますが、ここ2年ぐらいでしょうか、数々の出版物、本当に社会を、の問題、それから特にとりわけ精神医学の問題を扱っていただいております。別名おかんというふうにですね言っておりますが、今日は、母子ともに、元気なですねメンドゥーサさんを見ていただきたいと思います。それからまた本当にね、今日のお話を通じてぜひ、皆様の生活にお役立ていただきたいと、このように思っております。皆様にその前にですねちょっとお願いがございます。今日はこちらの紙を、お配り申し上げております。こちらに議員に声を届けてくださいというふうにございますが、この何の声を届けたらいいんだというようなことでだと思うんですが、実はですね今この国会衆議院でですね、労働安全衛生法という法律の改正案が実は審議されようとしております。そして来週の水曜日にはこの法案賛成多数で可決する見込みです。見込みというのはまだ可決してないんですが、すでに衆議院というのは過半数以上の党がありますので、これで、通ってしまうと、政府案がその通りに通ってしまうということなんですが、ただ、法律には条件をつけることができます。例えば成立したとしても、こういう条件でなくちゃダメだよとか、あるいは 3年から5年ぐらいはしっかりと様子を見てからそれからやりましょうとか、そういうような付帯決議と申しますが、こういったものがをつけることが可能なんです。ですからギリギリの戦いなんですが、この労働安全衛生法によってストレスチェックという名のもとにおけるそのいわゆる、早くうつ病を発見して、そしてそれを精神科に早くつなげましょうという意図が込められた実は法案なんです。当然精神医学に結びつけられれば待っているのは多剤大量処方という名のもとの本当に殺人的な治療ということになります。もちろん治療ではございません。ただ、社会一般的にはこれが治療というふうになっているわけですけれども、こういったことになってしまうわけです。それがなんと対象者5000万人超えるということなんです。5000万人のうちのわずか 1% の方でもその対象となってしまうならば、50万人の日本人がそれによってまた新たな薬漬けへの道が開かれてしまうということなんです。この法案はまさにそういった意図に基づいて実は精神医学側から出された法案なんです。それがたまたま労働安全衛生法という名のもとになかなかそれが見えないふうになっておりますが、実態はそうです。私も実は先月からですね今月の上旬にかけてオーストラリアに行ってまいりました。オーストラリアではこの法案が実はもうすでに4年前に通っております。これと似たような法案が、それによってものすごい量の薬漬けが進んでおります。なんと今年はですね今年になってから精神医学によって、いわゆる電気ショックあるいは脳の中の精神外科手術というのは神経を切ってしまうような手術を承諾なく子どもにも行えるというような法案が実は、オーストラリアでも通っているのが現状でございます。こういった方向にどん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 向かうためのまさにこの労働安全性法というこの布石になるような法律になるんですね。ですから今ここでしっかりと私たちがそれに直面して止めておくと
いう必要性は本当に意義深いものだと思っております。ですからどうか皆様、本当にここに文案もございますので、ファックスが一番いいと思います。ぜひお送りいただいて、皆様の声として、国民の声としてお届けいただければなと思っております。また今回はですね、ゼプリオンという非常な危険な薬、もう臨床試験の段階で、本当に何名も実は死亡事例が出ているというような事例のある薬が、本当に何の、障害もなく通ってしまって承認されてしまって、まあそれが、こんだけ死亡事例が出てるのに危ないですよって私ども厚生労働省の方に言ったとしても、いやこれは治療薬ですから安全ですと。でも皆さん考えてみてください。もし食中毒で20人の人が死んでたら、その食品どうなりますか。全品回収は当たり前ですよ。当然販売、その後の販売できないのは当たります。でもなぜそれが薬だと OK なんでしょう。食品と薬、体内に入って人に何かを及ぼすということであるならば、それは同じものでなくちゃいけない。しかし薬は OK で食品はダメ、そんな話はないと思います。そういったことも踏まえてですね、しっかりと皆様のご自身を守るため、そして皆さんの家族を守るため、そして皆さんのお友達を守るために、どうか事実を知っていただき、そして皆様の声を上げていただきたい。この展示会の趣旨というのはそこにございます。ですからしっかりとですね、今日のこの場を生かしていただいて、本当に私の声です、これが本当に、ね、私の声ですという形で上げていっていただきたいと思います。前置きがだいぶ長くなってまいりましたが、大丈夫ですか。ありがとうございます。ではですね、今日のメインゲストでございます、メンドゥーサさんをご紹介いたします。どうぞ前へ。はい、メンドゥーサさんとはですね、実はメンドゥーサさん、この市民の人権擁護の会長野支部の、長く実は長野支部にやっていただいておりまして、本当に私どもですね、本当に何年になりますかね、7年ぐらいお付き合いをさせていただいております。その後にですね、もうこんな感じで子供を抱えながら頑張るお母さんの姿というものをですね、見せていただき、そして今まさに本当にこのこちらの5本ですね、この大洗精神医学、それから、もう一つあったよね、あとね、医者とおかんの社会毒研究なんていう形で、もう一つが何だっけ、医者いらずの出産育児、そうね、医者いらずの出産育児というようなね、本を出しております。で本当にこれがですね、まあ、大きな反響を実は呼んでおりまして、なんか最近宮古島あたりまで行ってやったんですよね。来週かね、宮古島まで行くということで、ついに、本土を離れ、沖縄の地まで進出と、おかん進出というような感じになって、大変ありがたいなと思っております。まあ前置きが長くなってもしょうがないんでね、あれなんですが、一応ですね、セレモニーとして毎回させていただいておりますが、テープカットを、メンドゥーサさんにしていただきたいと思います。まあ、今日は親子で母子でということでですね、お願いしたいと思います。それではメンドゥーサさんに、ハサミを入れていただきます。じゃあ展示会これでオープンいたします。どうぞ。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、それではですね、引き続きメンドゥーサさんに、私たちを取り巻く社会毒と精神医学の関係という題で、スピーチをしていただきたいと思います。それではお迎えください。メンドゥーサさんです。はい、メンドゥーサでございます。よろしくお願いします。本名は岡田清子と申します。はい、今日は私たちを取り巻く社会毒と精神医学の関係ということで、先ほど紹介していただきましたが、まあ、結構昔から、あ、ちょっと待ってください。結構前からこの問題やってまして、で一番最初のきっかけというのは、子供にもですね、精神薬が処方されているということを小倉さんから聞いたんですね。7年前です。でその頃まだそんなに水面下ではそうだったと思うんですけども、そんなにも当たり前の話ではなかったんですが、しかしまあそういう話を聞いて、聞くとですね、まあ、そういう話が入ってくるもので、
うち上の子が中学2年生と1年生がいまして、それでまあ離れて1歳がいるんですけども、その子たちが保育園の時にもうすでに、その当時リタリンというですね、覚醒剤みたいな、今コンサータという名前になってますけども、精神薬が、同じ保育園の子に処方されてるということが分かって、その副作用っていうのは本当にいいですか恐ろしいということが分かりまして、で私長野県の飯田市ってところから来てるんですが、田舎っていうのは都会と違いまして、保育園小学校中学校でほとんど同じメンツで机を並べて上がっていくんですね。そうするとですね、その、まあ、こちらのパネル展もご覧になったら分かると思うんですが、その昔の銃の乱射事件とかね、大量殺人っていうのがあった時に、それをすいませんねそれを引き起こしているのが、まあ、ほぼ向精神薬だっていうことを聞いて、まあ、銃を乱射することはなくても、まあ、包丁振り回したりとかね、そういう子が大きくなって出てきてもしょうがない話じゃないかと思って、それで、まあ、お母さんたちにその危険性知ってほしいなと思っていろいろ情報をもらって皆さんにこう勉強会とかをやってました。で、その後ですね、まあ、311の震災が起こって、そして被災地の方にちょっと半年ほどボランティアに行ったんですけども、そこでもやっぱりこうもう眠れなくてとかね、PTSD みたいになって睡眠薬を処方されたりしてる方もすごくたくさんいました。で、すいませんねはい、そしてですね、今先ほど紹介していただいたんですけども、まあ、大洗精神学っていうのを最初に宇見悟先生と出させてもらって、まあ、311で結構価値観が変わられた方って多いと思うんですけども、そこで、ちょっと待ってくださいね、そこでですね、やっぱり私もすごく価値観が変わりまして、その精神学の問題っていうのをすごく気にしてたので、被災地でもそういう問題に遭いましたから、なんとかこうこれって難しいと思われているので、もっと人に知ってもらって世の中に出す方法ないかなと思って、それで311の後41歳にして初めて4コマ漫画を描き始めたんですね。漫画自体はまあ好きだったんで小さい頃から描いてたんですけども、真面目に描き出したの41で、私今43なんですけども、そしてそれがまあ、ブログに出してたら割と皆さんが見てくださるようになって、そして宇見先生とかね、小倉さんとか皆さんシェアしてくださるようになって、そして出版にまで至りました。そしてその後ですね、まあ、精神学の問題もあるんですけど、それ以前にやっぱりその、まあ、子供の問題っていうのはありましてね、やっぱり子供たちが発達障害とか ADHD とか言われるその、理由にですね、精神学の方に連れて行かれる理由として食品添加物とかワクチンとか、化学物質で、そういうものによって子どもたちが、すいませんちょっとおんぶひも持ってきていいですかはい、すいませんおんぶしますちょっとすいませんね、毎度こんな感じなんで中断してしまうんですけども、カバンの中にリュックの中に入っていると思います。はい、で、まあ、そのね、子どもたちをおかしくする食品とかそういうものを書いたのがこの社会読ですね。ちょっと失礼します。すいません、毎度この調子で大丈夫かな。では続けさせていただきます。すいませんね。はい、で、そして社会読から今度ですね、その間に、まあ、この人を産んだんですけども、私切迫早産にちょっとなりまして入院して、その時の悲惨な入院事情とかね、医療介入すごく間違ってるって思ったことをまあ書いて、そして自宅で出産しましたので、この3冊目の真弓貞夫先生と書いた医者いらずの出産育児っていうのが一番新しいものなんですけども、はい、それで先ほども紹介していただきましたけど、まあ、宮古島、またまたま宮古島なんですが、いろんなところにおかんの社会読勉強会ということで呼んでいただきまして、まあ、この医者とおかんの
この本の内容についてね、やっぱりお母さんたちが結構知らないで子どもたちに、毒素を与えてるというところで、その勉強会をやっています。でその勉強会で、クイズをやるんですね、いつも。なので今日も皆さんにちょっと社会毒クイズということで、何の毒素かっていうのを当てていただこうと思いまして、ちょっと変えてきました。はい、社会毒クイズ1、これね、一応食品なんですけども、骨ずみに飲ませたら目の網膜に異常が起きた、他にも肝臓、卵巣、子宮、副腎などにも異常が認められた、空腹感、ちょっと空腹感後で使うので赤字なんですけど、脂肪蓄積の悪循環を招くので肥満になりやすい、心臓病や糖尿病、メタボリックシンドロームのリスクを高める、脳関門を突破するので異常行動が起こりうる。これ何でしょうかっていう話なんですけど、精神薬かっていう感じですよね、結構ね。でもですね、もしかしたら今日の朝から皆さん結構口に入れてるかもしれないんですよ、この食品は。食品というかね、ヒントというと調味料なんですけど、わかります？砂糖じゃない？砂糖ではなくて、惜しいというか、これ味の素なんですよ。いいのかな、これ出しちゃってアミノ酸糖とかってね、出てますけども、これちょっとうちのおかん、グーミンおかんの漫画なんですけど、この中にその逸話がありまして、うちの母19年生まれなんですけど、それぐらいの方々って結構洗脳されてるっていうかね、よくうんうんってすごいうなずかれてますけど、ですから味の素が悪いっていうのはなんとなく知ってるんですけども、アミノ酸糖って書いてあるのがそれだって説明しようとするとですね、もう私味の素使ってないよってこう否定するんですよ。アミノ酸糖っていう、こう説明が聞こえないんですね。でもアミノ酸糖が味の素だって夢にも思ってなくてですね、いつもいつもアミノ酸糖入りの加工食品をうちに送ってきてくれて困っちゃうんですけども、ね、お出汁とか結構これ入ってます。でですね、 ADHD とかこう多動性の子どもさんがいらっしゃる方のお母さんにですね、だし何でとってるって言うと、割とだしの素よって言ってこう自信たっぷりに答えられるんですけど、こういうものを多分ね、毎日毎日とってると、この脳幹も突破するってありますけどもね、やっぱりちょっとこう不安定になるんですよね、子どもさんが。ですので、調味料っていうのを気をつけていかなくちゃいけないということですね。はい、で次の社会毒クイズなんですけども、これもなんかね、すごいでしょ、肥満、糖尿病とか、こうあらゆる病気のもと、がん、リウマチ、アトピー、アレルギー、便秘、肌荒れ、転換って、すごい、もう何でもなんですけど、発達障害も起こります。これ、わかります。先ほどおっしゃってた、実は。これ、砂糖なんですよ。お砂糖。特に白砂糖なんですけども、砂糖はもう万病のもとなんですね。すいません、うちの子が一番うるさくてはい、白い麻薬、白砂糖っていうことでね、これ私の漫画の一コマなんですけど、人間やめますかっていうのあるんですけど、砂糖っていうのはですね、ドラッグと似たような、摂取した時に似たような状態に脳がなるということで、マイルドドラッグとも呼ばれてます。はい、そしてですね、これすごくADHD とかね、発達障害とかうつ病とか、そういう精神的なものの原因としてよく指摘されます。低血糖症っていうのになりますのでね、砂糖をいつもいつも取ってると血糖値が上がったり下がったりという激しい状態を繰り返してですね、落ち着きがなくなってくるんですね。はい、でですね、自分自身もそうですし、子どもたちのそういう異常行動とかね、そういうものをなくしていこうと思ったら、調味料を変えるのが早いんですが、調味料を変えるとね、いい調味料っていうのはすごく高いですよね。これお母さんネタなんですけども、醤油でもお味噌でもですね、化学調味料が入ってると味は落ちますけども、安くなりますし、舌が麻痺してきますのでね、だんだん本当の味っていうのは分からなくなりますが、食費がかかるんじゃないかと言いたいとこなんですけども、そうでもないんですね。でこれはうちのデータなんですけども、今見ていただいたですね、味の素と砂糖を取らないようにする、
アミノ酸等と砂糖を食卓から取り除いていくって、こういうことをするとですね、さっきあの味の素のところで空腹感っていうところを赤字にしてましたけど、すごいあのやめられない止まらない、ね、ものにはこのアミノ酸等がぶっかかってるんですね。あのエビセンとかね、某エビセンとかそうですけども、そして砂糖もあの血糖値がですね、これ血糖値のグラフなんですけども、左側はまあ正常な人ですね。で右側はですね低血糖症ということで、あのもう血糖値が慢性的に砂糖を取って上がったり下がったりする状態で、もう非常に血糖値がドーンと下がる状態です、右の方ね。そうするとですね、あの異常な空腹感に襲われるんですね。っていうのは私自身が結構砂糖を、まあ、あまり知らなくて取ってた時代がありまして、そしてだんだんまあそうか良くないなと思ってやめ出すとですね、あまりお腹空かなくなってくるんですね。異常な空腹感っていうのはなくなってきます。でたまにちょっとこうね甘いものもらってあのパパッと食べるとですね、その後すごいお腹が空いて、うわなんか今日めちゃくちゃお腹空くなと。でそれがあだんだんあこれって白砂糖の反応なんだということが自分で分かるようになってきたんですね。ですのであのよくダイエットしたいとかね言ってちょっと絶食したりとかするんですけど、多分もう空腹に耐えられなくなって、そして結構またリバウンドってやってしまうと思うんですけども、まあ、そこまでしなくても砂糖とアミノ酸等っていうのをこうだんだん減らしていくと、あのだんだん正常な味覚と正常な空腹感っていう風になってきます。これぜひね皆さん試してもらいたいんですけど、ダイエットしたい場合も特にそうだと思います。はい。でそうするとですね、あの例えばみりん、まあ、これもお母さんネタですけど、みりんとかでもですね、本当のみりんっていうのは麹しか使ってないんですね。麹と塩と、それだけで甘みが出ますので、ほとんど砂糖っていうのを使わなくなります、食卓でも。はい。そうするともうあの煮物とかでもね、そんなに食べて食事でまた低血糖症になるっていうことはなくなってきます。はい。そしてですね、まあ今のはあの食べ物ですけども、次これ分かりますかね。これもう途中で分かると思うんですけど、これナチスドイツの強制収容所で人類史上初めて使われた、それを取ると IQ が下がる、発達障害、またここでも発達障害出てきますけど、記憶障害、不妊が起こると指摘されている、歯磨き粉によく使われる、猛毒、あそうですね、フッ素です。でフッ素も、まあ、先ほどの味の素もそうですし砂糖もそうですしフッ素もそうなんですけど、全然悪いと思われてないんですよね。そして本当にいろんなものに入っていて、普通に口に入ってくるものなんです。でフッ素はね、歯磨き粉とか、あとはお口の清涼剤、ミントとかね、ガムにも使われてたりしますし、今ねフッ素ガムとかいうのも出てますけどね、もろフッ素を使ってるという。そして、まあ、フライパンとか炊飯器とかね、何でもフッ素コートをしてるでしょ、ね、日本人が食べるその炊飯器みんなフッ素加工してるんですよ。私この前買いに行ってびっくりしちゃったんですけど、フッ素を塗ってない食べ物、あのおかまさんは売ってなくて恐ろしいなと思ってね。で、まあ、ちょっと土鍋で炊くようにとかするとまたね違った炊き上がりで美味しいなと思って、鍋で炊くっていうことがねあんまりしないんですけど、鍋で炊くお米を炊くってなるとね、すごいいろんなものが必要なんですね。こう匂いこう嗅いだりとか、ブツブツっとこう来たらちょっと火緩めたりとか、もうちょっと蒸らした方がいいかなって、ものすごくこういろんなお母さんの知恵がいるんですけど、まあ炊飯器はね自動だから、そういう知恵も本当にねなくなってくるんじゃないかなと思って、ちょっとね怖いなと思いました。はい。そしてこれフッ素ですね。これも私の漫画に出てるんですけど、まあヒットラーがですね、ユダヤの強制収容所の水道に入れたと、フッ素でユダヤ人をアホにすれば逃げられないって言ってますけども、はい。でですね、今見ていただいたその社会毒っていうのはほんの一例ですけれども、これらがね本当にあの精神的な障害の元となっているっていうこともあり得る、よくあることなんですね。ですのでまあねこういうものをもしかして食べてて、何かそういうねちょっとおかしな鬱っぽくなったとか、子供がすごく動き回るとかいう場合、まずその自分が何を取ってるかとか、どういうものを使ってるかとか、そういうところに立ち戻ってね、そ
それを排除するように努めることができれば、ね、原因分からずに精神科に行って、ね、その本当はこういうものが原因なのに、その上からまたお薬取ってですね、何の改善にもならないということは防げると思うんですね。はい。そしてですね、まあこの社会毒っていうのを見ていった時に、まあ、なんでこんなにね社会毒が世の中にこうはびこってるのかというところをですねこう考えていくとですね、精神学の基本計画、私最近ちょっと漫画によく書いてるんですけども、7つの宣言っていうのが出てくるわけなんですね。ちょっと次見ていただきますね。はい。で皆さん、あの精神学の基本計画、7つの宣言っていうのをご存知でしょうか。まあ、あの世の中でも社会毒もちろんそうなんですけども、すごくどん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 悪い状態になってきてて、まあ、政府は暴走するし、まあ、本当にいろんなね事件とか事故とか起こって、どうしてこんなことになってるんだろうと思った時にですね、この基本計画っていうのを見た時になるほどと思うんですね。でこれは70年以上前に、ブロックチショルムという、どこだっけ、精神医学会、あ違う違う、世界保健連盟の元、長がですねこれを宣言してるんですね。もう70年以上前に計画されてるんですね。まず、憲法の破壊、まあ、憲法の破壊っていうと今、もうね勝手にこう憲法を知らない間に、変えていってですね、戦争、あれなんか気がついたら戦争の方に向かってないとかね、すごくあの安倍ちゃんがすごい勝手なことやってますけどもね、まあそれ憲法破壊っていうのはあります。それからですね、国境の破壊、まあ、これは、TPP とかね、世界統一政府とか貿易自由化とか、まあ、共通通貨を作ると、まあ、なんかこう誰かの、ね、誰かの都合のいいように、まあ、国をまとめちゃってっていう、そういうことがまあ進んでるわけですね、まあ、大企業に有利なようにとかね、はい、それから簡単に誰をも拘束する、まあ、これね計画としてあるわけなんですけども、これはもう精神医学の中でもですね、強制入院とかねありますね。もう、あとはですね、まあ、今児童相談所問題っていうのはありますけども、あの子どもたちをですね、まあ、拉致しちゃうわけですね。児童相談所っていうのは今やかわいそうな子どもたちをですね集めて、養ってあげる場所ではなくて、まあ、点数取りというかね、あの行政の組まれた予算を解消するために集めてきてですね、もうそこでもまた精神科の薬漬けになったりするんです。はい。それからね、まあ、そういうね拘束するっていうのも簡単に行われてるんですね。それから拷問殺人の権利、もうこれもですね精神医学の中でもすでに達成されておりますけれども、まあ治療という権利をですねお医者さんが持っちゃって、そしてそれによって誰かが亡くなっても、まあね治療なんですから責任がなかなかですね追及されないわけですね。もうこれはあの当然です、この人病気だから死んだんですと、まあ、言われてしまったりするわけですね。はい。もうこれあのもう精神医学だけじゃないですね。今あの今 東京女子医大って言っていいのかな、なんかね鎮静剤とかも子供さんにパーッとやっちゃって死んでも、まあ、誰のせいって、まあ、大騒ぎになるわけです。誰のせい もう決まってるやんと思うんですけども、なかなかそれに対してですね必要な処置であったと言ってしまえば責任を問われないということになっています。はい。それからですね、これ今私あの漫画にしてるんですけども、全ての宗教の撤廃っていうのはね、精神医学の目標に入ってるんですけども、まあ、宗教っていうのはあのオウム真理教事件からね日本っていうのは非常にこうもう宗教に対してもううわーもう嫌悪感っていうところになってしまいましたけども、もともと日本人っていうのを見ていくと非常にこうね、神道っていうんですか、神様を拝んだりとかご先祖様大事にしたり、すごいその非常にこう信仰心の厚い民族だったんですけども、オウム真理教の中にも精神科医がいましたね。薬物を使って人をコントロールするっていうのは何の手法かっていうと、これは精神医学の手法を使ったわけです。そんなことしちゃったらもう宗教じゃないですね、精神医学です。それははい。まあね、これもですね、まあ、今ちょっと漫画にしててよかったら見ていてくださいって感じなんですけど、はい。それから性道徳の破壊、フリーセックスということで、これも、私あの、まあ、いつも言ってますけど、いつもおかんの勉強会で言うんですが、秋元ほにゃららが大嫌いでですね、あの AKB
なんとかっていうのはいますけど、うちの娘がまあ大好きなんでね、私はすごく AKB に詳しい自分が嫌なんですけども、乃木坂は46人だとかね、なんかね、SKE は名古屋だとかね、そういうのがあるんですけど、このおにゃんこクラブあたりからすごく日本の性道徳って堕落してきたなと思うんですね。オタクの文化とかね、ちょっとこう世界ではそういうのあんまり見受けられないんですけども、非常にちょっとこう異常な感じがするんですが、先日私京都に行った時に、ちょっと余談なんですけど、ももクロの親戚のシャチホコというのがいるんですよ、名古屋に。よく知らないんですけど、で、まあ、カラーがあるんですね、その5人か6人ぐらい女の子がいて、その子たちが月曜日の昼間、月曜日だったかな、こう踊ってるんです、こうちょっとお店、大きいね、デパートみたいなところのステージでこう踊ってるんですよ。で、私がびっくりしたのは、その踊ってる子たちじゃなくて、それを取り巻いてる100人ぐらいのおっさんにびっくりしたんです。そんなね、平日の昼間にシャチホコラブとかいっぱい書いた、なんかこう T シャツとかね、鉢巻きとかしてね、100人ぐらいの、まあ30代から50代ぐらいのですね、おっさんがこう踊ってるんですね、こうやって。これ性道徳の破壊やんって思ったんですよ。ちょっとなんかこう普通の恋愛とかね、普通にそういうね、お付き合いとかという対象を超えて、なんかちょっと日本の国って異常だなと思ったんですね。はい。それからまあこれすごく、まあ、ここなんかすごく力入れてしまうんですけど、低年齢化してますね。ドラマとかそういうのを見すぎてね。で、これもびっくりなのが、うちの娘がですね、中学1年、まあ、今2年なんですけど、1年の時に同じクラスの男の子が誰かと付き合ってると、誰と付き合ってんのって聞いたら、小5の女の子って言ったんですね。私らの時代やったら考えられないんですけど、もうね、お前ら付き合うの意味分かってんのかみたいな、そんな風に時代がなってきてて、なんかもう親がついていけないところにも子供がね、どん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 こう入り込んでるなっていう気がしてね、まあ、ちょっと恐ろしくなってしまいました。はい。そしてですね、この7番目なんですね、大事なのは。この7番目、精神学の目標だっていう、基本計画だっていうことで、7番目のお話をしたときに、横浜でお勉強会したときにですね、これ言うたと泣き出したお母さんがいたんですね、突然。だから、まあ、後から聞くとですね、もう全てがつながりましたって言ってはったんですけども、これ何だと思います、まあ、ご存知の方はご存知だと思いますが、これね、学校での薬物常用によって未来のリーダーを奪い取るっていう、これが目標なんです。すごいでしょ、見開いてしまうでしょ。もうね、まあこれがね、社会毒とかそういうものがはびこってる最終的な理由とかね、それ到着地点なのかなと思うんですよ。なんか子育てするときにですね、私の子育て失敗論っていうブログでね、わざわざこれ書いてるんですけど、なんでかってお母さんたちがこれ知らなかったらえらい目に遭うんですね。まあ何もなく過ぎていけばいいんですけども、ちょっと自分の子供が問題抱えたりとかね、何かちょっと言われたっていうときに、この最後の項目を知らなかったらですね、はい、精神科にちょっと専門家に相談してくださいと言って、そのまま薬漬けになる可能性が大なんです。これ知ってればね、ちょっと待てよとなるでしょ。薬ね、取らせる前に何かやることあるんじゃないかと。うちの子は動きもあるけど、昔で言うとね、これは大物になるという、そのガキ大将とかね、落ち着きがないとか、なんか多分その辺に立ってる方は皆さんそうやと思うんですよ。昔ね、落ち着きないとかね、もうなんか散々通知簿とかにね書かれて、もうね、親呼び出されたりとかしたけども、そういう人たちこそ好奇心が旺盛で元気でね、リーダーになって世の中を動かしていくっていう人多いんですが、そういう人から捕まえて薬漬けにするというのが精神学の目標なんですよ。狂ってるでしょ、本当にね。だからこういうものが、何が怖いかっていう、こういうものが一般論として当たり前になるっていうのは怖いんですよね。だから教室に行くとですね、座ってる子が当たり前と、ね、動き回ってる子は異常、動き回ってる子は病気っていうふうに、もうみんながそういう目で見てしまうっていうのが怖いんですけども、まあね、お母さんたちがですね、こう勉強会来られて、私すごく思うのがですね、すごいいろんなこと心配してるんですね。人にどう思われるかとかね、まあ、子供がね、ちゃんとこう人と、まあみんなと同じじゃなきゃいけないっていうふうに
みんなと同じじゃなきゃいけないと 思ってほしいんじゃなくて、同じじゃなきゃいけないと思わないように育ってほしいのにって心配してる方もいたんですね。でもそういうふうに伝えられないんでどうしたらいいんですかとかって聞かれたことあったんですけども、多分それはお母さんが自分自身がそうじゃないというか、なんだろうなと思ったりしたんですけども、やっぱりですね、こういうことをまあ知ってですね、あ、それからですね、この次に行かなきゃいけない。そしてあの今の7つの宣言を見ていただいてですね、じゃあ精神医学心理学のね基本的な考えって何なのかっていうとですね、まあ、人間は環境に順応しなければならない、人間は社会的な動物になるように仕込まなくてはならない、こういうのが基本的な考えなんですね。皆さんこういろいろ調べていただいたら分かると思うんですけども、まあそうですよね、こういう治療とか見ててもですね、何か有能になるとかね、あの元気になるようにするんじゃなくて動かなくするわけです、人々をね、薬でおとなしくしたりとか、はい、で実際はね、皆さんちょっと考えていただきたいのはどうかっていうと、人間は自分の環境をコントロールする必要があるんですよね、思いません？人間は自己決定できる度合いに応じて健全である、自分自身で何かを決めて何かを動かすということがですね、まあ大事なんですけども、まあ、学校教育なんか特に今そうですけども、もうね、みんな同じようにしなきゃいけないという考えになってるわけですね。はい。でですね、これがまあ私思うんですけど、すごい子育てを本当に困難にしてるんです。みんなと一緒じゃなきゃいけないとかね、みんながそう言ってるとか、そういう一般論っていうのはですね、全然自分の子育てに当てはまらないんです、はっきり言って、ね、あの統計とかね、何人の人が、ね、何百万人の人がこういうふうに考えていますとかいうの、その子育ての子育て本とかもそうなんですけど、すごく一般論が多いんですね。一般的に1歳何ヶ月の子はこういう行動すると言われています。もう私そんな一切見てないんですけども、この時この人がやる行動がその時の行動だっていうことで絶対そんなの信じないんですけども、あのそういう一般化されたね情報によってすごくお母さんたちが、まあ、困難を抱えるということなんですね。で、まあ、さっきも言ってましたけど、こうどうしたらいいですかとかね、まあ、中にはね、あのシャンプー何使ってるんですかとかね、毛止めは何使ったらいいんですかとかね、銘柄も全部聞いてきはる人もいるんですけども、あの私は思うんですけど、こういうこの精神学の情報もそうですし、社会学の情報もいろんなことそうなんですけども、必ずあのみんなね、自分自身用にカスタマイズしないといけないんですよね。どんな情報も、どんな情報もみんな自分で一回受け止めてからオリジナルのものを作らないとですね、誰かと同じ人生ってありえないわけなんで、お母さんたちも、ね、自分の子がちょっと化学物質に弱かったらそこの部分を排除してどうするかとか、食べ物弱かったら食べ物を変えてどうするか、でそこを考えていかなくちゃいけないんですけども、非常にこう一般的な、ね、枠に縛られてどうしたらいいか分かんない分かんないとなってるわけですね。ですから誰かの考えにすがりたくなって、ね、あのうっかり精神医学の先生が、ね、それでいいんですよ、子供が病気だからと言ってそこを信じてしまったりするわけですね。はい。ですのでですね、まあ、そういうところをね、それぞれ私たち考えていかなくちゃいけないなというふうに、まあ、日々考えております。で、最後になるんですけども、まあ私たちがねそういうことを考えていかないと最後どうなるかというのはですね、こうなってしまうわけですね。ゆでガエル知ってます？ゆでガエルって鍋に水張ってですね、カエルを入れとくんです。で最初はね、ぬくぬくとこう入ってるんですけど、下でこう引いたくわけですね。だん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 ですね、ゆっくりゆっくり熱くなってくるんですけども、飛び出すきっかけを失ってですね、あれ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 これは違うと思ってバッと出ないとですね、知らない間に最後茹で上がってプカプカ浮かび上がってしまうというのは茹でガエルなんですけども、まあ途中でいろんなことに気づいてですね、私たちはもう世の中を変えていかないとですね、全員茹でガエルになってしまうぞというところで、これはまあ漫画の一コマなんですけども、というメッセージで締めさせていただきます。ありがとうございました。メンデスさん、本当ありがとうございました。どうも、もう一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。お嬢さんはすでに寝ております、はいね、いい感じですね。
皆様いかがでしたでしょうか。本当にゆでガエルにならないように、しなくちゃいけないと思っております。あと本当にみんなと同じ、あるいは、ね、変わり者でいたくないと、これは本当に大きなポイントではなかったでしょうか。とかく集団行動に馴染む、あるいは人とうまくやっていくことだけが重要というようなことが取り沙汰されます。しかし私たちは個人として生きている部分を必ず持ち合わせているわけです。そこを押し殺して集団の一部になるという必要はございません。むしろ一人一人が人のため、世のために何か自らの決断において率先して何かをしていくという、まさにここにこそ我々の一人一人の価値があるのではないかというふうに思っております。今日のですね、このメンデスさんのお話、社会毒というところから入られました。原因をしっかり見つけるということ、もしかしたら何かのトラブルの原因は日常の、日常の何か、それが食品なのかもしれないし、あるいは化粧品なのかもしれない、あるいは他のものかもしれない、そういったものをしっかりと見ていかねばなりません。そこを見ずに単に現れた 症状、現れた状態に名前をつけて、そしてそれが病気であるというふうにしたところで当然治るわけはありません。同じうつ病にしても元気がない理由、皆さんちょっと考えてみてください、借金取りに、追われていて元気な人いますか。いや俺明日10万円20万円払わなくちゃいけないんだよなとかってやってる人あんまりいませんよ ねえどうでしょう。あとね、昨日彼氏あるいは彼女に振られたって言って元気な人いますかね。なぜ私さ昨日振られちゃったんだよな、そんな人いません、原因はそれだけ違うわけです。もっともっと違うことあるでしょう、ご飯食べてないのかもしれない、それこそ何かその毒素を取ってしまったのかもしれない、いろいろある中でその原因を追求せずに表に現れた症状状態だけを取り上げてその状態をなくしていこう、こんなところに本当の解決策を見出そうとしている今の精神医学、あるいは見出させようとしているその精神医学の理論考え方、これは結局のところは先ほどのメンデスさんがおっしゃってた7つの宣言、まさに人々をいかにコントロールするか支配するか無力化させるかというところに帰結するわけです。ですからしっかりとそこを皆さんがご理解していただくこと、そして精神医学っていうものが実際は何なのか、本当にそれが医学なのかっていうことをぜひ、皆さんにお問いかけをさせていただきたいと思います。そしてお問いかけの今ねお問いかけの答えはこれから私が、こちらのパネルを一つ一つ皆様をご案内して、回らせていただきます。その中でどうぞご自身なりのお答えを得ていただきたいと思います。そしてその得たお答えどうかご自身の真実として、大いに語らっていただきたいと思っております。それではこの後そちらの皆様から見て左手にございますそちらに扉の絵がございます。なんか驚々しいですね、扉の絵がございます、写真がございますが、こちらからスタートをさせていただきたいと思いますので、よろしければ皆さんお時間の許す限りお付き合いくださいませ。この後ツアーをさせていただきます。今日まずありがとうございました。そしてメンデスさん本当にありがとうございました。